なり緊張しておりますけど、今日はあの目いっぱい、みんな張り切っておりますので、どうぞ最後までよろしくお付き合いください。まずはですね、あの台風の影響、そしてあの大雨の影響でですね、被災された方たくさん見えますけれども、今でもですね、不自由な生活が続いております。一日でも早くですね、元の生活に戻りますように、お祈りするとともに、そういう思いでまた今日一日演奏させていただきます。今日はですね、すでにあのテーブルの上にも食卓のテーブルの上にですね、食事がすでに並んでおりますけれども、まだまだ出てきます、お代の方は済んでおりますので、遠慮なさずにたくさん食べていってください。素晴らしい。これからですね、パスタ、おすすめのパスタが出てますし、それからフライドチキンとかの、なんかおすすめのメニューがあるそうですので、どうぞご堪能ください。それから飲み物の方ですね、今日はフリードリンクとなっております。これまたお代が済んでおりますので、遠慮なし飲んでください。すいません、お手数ですが、おかわりされる方はグラスを持ってカウンターの方までお越しになってください。はい、スタッフに声かけてください。はい。ありがとうございます。ですね、では1曲目、ノリのいい曲、演奏しました。ですね、これは昔懐かしいカーエアコンの、CM でよく流れてました晴れという曲を演奏させてきました。2曲目は3連のリズムでグローリーというです。ちょっとインストルメンタルの曲でなかなか馴染みのない、曲、皆さんの耳ですけれども、まあ、ちょっと、とかまた、少しなんかすいません、緊張してどこかで聞いたことがあるような地味な曲をまた揃えておりますので、よろしくお付き合いください。じゃあ次の曲いきましょうかね。次の曲はですね、またギターのオクターバー演奏がとてもかっこいいダウンアップビート、そして、よく天気予報でですね流れていましたサニーサイドフィーリングの2曲連続でまた聴いていただきます。よろしくお願いします。Thank you.
ございます。ダウンアップビート、そしてサニーサイドの演曲連続で聴いていただきました。それではここでですね、メンバーの紹介をしてみたいと思いますけれども、私ばっかり喋ってるとですね、つまらないので、各メンバーにマイクを渡してですね、生の声を聞いてみたいと思います。まず最初に皆さんから向かって一番左、キーボードご紹介いたしましょう。キーボード、ヒロ直樹です。3年ぶりということで、なんか、僕はなんか聞いてほしいなっていう、こう音作りといいますか、なんか音作りはですね、大体キラキラした音を使えば大体ごまかせるというか逃げ切れるという感じです、あとは特にないです。自分ではあんまり作らないようにしてます。すごくやる気が上がる気分。じゃあ、なんか近況報告ありますかね。近況報告は、特に昨日と同じですね。ということです。もう知らない、ね、みんな昨日知らないもんね。ということで、キーボードヒロ直樹です。よろしくお願いします。あ、続きまして、真ん中にすごく専門がしております、ドラムス鈴木純。どうもこんにちは、ドラムの鈴木純です。美味しい料理と美味しいお酒と、それを邪魔しない演奏心が最後まで頑張りますので、よろしくお願いします。いつもは騒がしいファッションですけれども、今日のワンポイントありますか。ないです。続きまして、私たちのバンドのリーダー、ギター早崎一から、皆さんこんにちは。ありがとうございます。僕たちカシオペアっていうバンドのコピーをやってるんですけど、カシオペアとかそういう感じのフュージョンバンドを聞いたことあるよって人います。いますか。あちらほら。ありがとうございます。以上。いや、僕らも一生懸命いっぱいいっぱいでやってますけども、多少の間違いありますので、その辺はちょっと見逃していただきたい。ありがとうございます。今のところ誰もミスもなくやっとると思いますので、この後も引き続きよろしくお願いします。俺のデースを用意してる。じゃあ続きましていきましょうかね。続きましてですね、ベースの原田真一です。しかもありがとうございます。今日司会担当ですので、よろしくお願いいたします。じゃあ続きましてですね、スウェットイットアウトという曲と、その後、ドラムのソロ、その続きましてサイバーゾーン、3曲連続で聴いていただきます。
発が来ましたね。前半戦もですね、今日ラストの曲になりました。また後半戦も一つだけ最後までよろしくお付き合いください。前半戦最後の曲、ルッキングアップ。ありがとうございました。